いやもうちょっと攻めさせた方がいいのかな。ちょっともうちょっと攻撃プレイヤーがいりそうな感じか。こんな感じで、いやーモロだ。あーいやー今諦めてなかったらいけてたよ。入れてき、OK、いバランバラン、ケイ、よっしゃ、いいリチッチ、いいね。さあ、うわー、惜しい。エスクデーロ。いいね、ケン。バカ行こう。よし。よし。よっしゃ、エスクデロ。いやー、惜しい。次で交代しようかな。よっしゃ、うわー、バカ横、いいね、バカ横バカ横強いね、いいね。いやー、Kの、Kのだね、Kの。モラタも意外ともう体力ないけど、ここちょっとバルデ、バルデで行こう。よっしゃ、バルデ。頼むぜ、バルデ。バルデキャップ。で、セビージャとオスカル。いや、チガンコフ。ちょっと様子見だね。メッシ、メッシ、いやバカ横に当たったかな。アレクサンドロ、メッシがねスタミナが結構ないんだよね。コンテ、取った、いやいや、やばいよ。よっしゃ、バカ横ナイス。Kのは使っちゃったよ。あんなゆるゆるボールを。こんな使うことあるかな。メッシも何やかんや強いからな。オスカルかな。いやー早く交代してくれないかな。いけ、モロタ、うーわ、おー、惜しい。ゴール打て。いやー、いやいや、なんか全然ボールが取れないね。まあ生かしてないからなんだろうけど。コンティ、コンティ、ホイッセフォード。And it's Conte. Conte. And here's it. あぶねえ。イリチッチ、うわぁ、さあこれ決めてくれ、ロナウド、ロナウド頼む。イリチッチ、いやイリチッチすごいね。ピークだからな、イリチッチは。
バールゼが相当喜んでいやいいクロスだね。手足提言ですらちょっとあんな感じだか。バルデー、行けバルデー。もう時間ないけど時間なさすぎでしょ。 OK、 ワンチャンある、ワンチャンある、行け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 、よっしゃ、バルデー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 、うわーバルデー、何喜んでんだよ、外したくせにふざけるなよ、外してなんで喜んでんの、あいつは本当にイカレポンチだな。1点目もね、これイリチッチが、まあ、モラタから受け取ったボールをね、このミドルでズドーンですね。そしてこれが2点目、イリチッチの強烈なヘディング、なぜかバルデが相当喜ぶというね。そしてこれ、いやー、イリチッチからのうまいスルーパスをうまく外してくれました。いやー、ケアステーキじゃなかった、デヘアだな、デヘアに綺麗に止められてるっていう、なのに喜ぶんだよ。お、上がったな、バカ横90、 OK、赤横強いね、やっぱ。いやー、600万からの OK、 上がってきました。 OK OK、 徐々に、上がってきてます。いいですね、一気に飛び級したね、7位から一気に4位に駆け上がりました。まあそれはね、得失点差といったところもあるんでしょうか。あとはまあ次3位、目指すは3位ですね。そしてまあ2位も、いけなくはないかな。ただいやー、ヨデン FC めちゃくちゃ強くない？ヨデン強すぎじゃね？ゴールもすごい、得点力がすごい、ね、あとはジェライルっていうのはおそらく格下であろう、ヨデン FC を、はい、では、次回ですね、4週目第5節ということで、今現在、リーグ1位のまだ1回もね負けてないチーム、ヨデン FC と対戦することになってますんで、次回の動画楽しみにしておいてください。ここで打破するのがブレイクギャラクシーなんで、そのための崩す銀河ですから、銀河を崩すチームがこのメンバーたち。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。